楽しさマックスの娯楽情報番組 Go West。 旅をテーマに毎週いろいろな娯楽情報をお伝えします。今週の Go West はロサンゼルスから台北までの弾丸観光続編です。今週も先週に引き続き台北の見どころを一気に回りたいと思います。王道の行天宮にも行って、台北101という世界で4番目に高いビルに登って、小籠包のはしごをして、本格的なマッサージ店や昔からあるお土産屋さんにも行っちゃいます。先週のパート1では現地旅行会社サンプ旅行社のガイドさんに王宮博物館、自由の広場、そして千と千尋の舞台になった9分を案内してもらいました。その後、日本の温泉宿加賀屋、 B 級グルメのお店にまで足を伸ばし、夜は電車に乗って夜市、続いて24時間営業のヤムチャ専門店にも行きました。今週も先週に引き続き、サンプ旅行社のガイドさんが台北のさらに深い内容を案内してくれます。台北弾丸旅行パート2をお楽しみください。ここは行天宮。昨日に続いてあいにくの雨。今日もサンプ旅行社のガイドさんが案内してくれるそうです。おはようございます。今日の担当になります、カーと申します。今日はね、まず台北市内で有名なお寺行天宮について紹介したいと思います。では入りましょうか。今目に入ってきましたのは、あの台北市内で有名なお寺行天宮です。こちらに祀られている神様は三国志で顔が真っ赤の関羽様なんですよ。歴史によると関羽様がそろばんの発明者なので、こちらの行天宮ですね、そろばんでやはり商売と関わっていますよね。商売繁栄の祈りをしに来た信者たちは面なんですよ。お寺の構えを見てみると、まずは目に入ったのは赤色、屋根の方は赤色で、中華文化の中では赤は力強く、昔ながらの建物は全部赤レンガみたいな感じですよね。外側の壁の屋根は緑の色なんですよね。緑は何の意味というと魔除け、自分の家を守るみたいな感じだから、外側の壁の後ろの屋根はだいたい緑を用いています。屋根の上には竜の彫り物があります。竜はやはり権利とか力を表す動物なんで、直角の爪を見てみると普通は5本ですよね。でもですね、一般的にお寺の竜を見てみるとだいたい4本なんですよ。ちょっと屋根の方を見てみると、で屋根の上には緑とか黄色とか用いていて、2つの色はそれぞれ魔除けと金運をもたらすという意味を込められています。屋根の上には彫刻はどこのお寺も同じと思いますが、竜という動物を用いておりますよね。竜は力強く権利という意味も持っていますし、でもですね、庶民のお寺とかは爪の方に見てみると4本爪なんですよ、5本じゃなくて。一般人のこのお寺みたいなところは5本爪は使っちゃいけないんですよ。今目に入りましたのは行天宮の真正面なんですよ。基本的な色合いは赤、黄色、緑、この水なんですよね。柱の方にも竜を用いられていて、竜はやはりこのお寺を守ってる神様という感じも込められています。大体台湾のお寺は全部竜なんですよね。今日はございませんけれども、次はお経を読んでいる信者たちがいる場所なんですよ。お経が置かれていて、で今日は多分ボランティアたちとか信者たちは休みの日なんで、平日に来たらお経が読んでいる人がずらりと並んでいて、結構ごたかいしてますよ。カメラの立ち入りができるのはここまで。この先は信者のための神聖な場所なので、参拝しているところは撮影禁止。信者たちお守りをもらったら航路を3回回って神様の恵まれている木を吸うみたいな感じで。参拝客を見渡すと
やはりお年寄りが多いですね。そうですよね。若者はやっぱり用事がないと、試験とか結構悩み事がない限りはあんまりお寺に来ないですよね。台湾のお寺の入り方をちょっと紹介していただきます。台湾のお寺は基本的に右側に入って、で左側から出てきますよね。右側に入るというのは清めみたいなという意味で、だから台湾のお寺に参拝しに来た時は、やはりまずは右の方に入って、で中に一周回って、で左の方から出てきます。さて、次はどこに連れて行ってくれるのかな？信号が変わらないうちに早く渡りましょう。あ、歩き方が早くなった。面白い。あの高いビルディングは何ですか？台北101です。今目に入ってきましたのは101の展望台です。後でそちらに参りますので、そこから台北市内の全部の眺めることができます。今日は雨でビルの上の方には雲がかかっているんだけど、晴れていればこんな感じなんです。おー、圧倒的な存在感ですね。台北101は最も理想的なエリアにあり、台湾国内史上最も大きな建築プロジェクト。中国では縁起のいい8という数字にちなんで、8階層を1ユニットとして作られた空間が、高層建築で発生する気流による地上の風を弱める働きがあるんですって。デザイン優先ではなく、機能的にも優秀なんですね。高度な科学技術で材質や照明も最高品質のものを使っているため、クリアですっきりとした視覚効果を作り上げています。しかもこのビルを周囲の環境にしっくりと溶け込ませています。台北101は高級ブランドによるデザイナーズファッション、モダンな生活、こだわりのグルメを求めるお客さんでにぎわっています。こんなところで思う存分買い物がしてみたいな。ギネスブック認定の世界最速の減圧機付きエレベーターに乗り、分速1000メートルのスピードで89階の展望台まで一気に登ります。こちらに真ん中に見える赤い部分がついているビールは三越デパートです。でもこの新規エリアというのは三越デパート以外にも阪急とか春品とか他のデパートが揃っていて、台湾のデパート業界の激戦区と言えますよね。ご覧のように私たちはもう雲の中にいるような感じですよね。今真ん中に見えるビルは台北市役所です。今日は日曜日なので、もう平日になると通勤時間はこのエリアは結構大変混んでおります。啊，不好意思。好，再给我一个日文的。日文的，好。好，谢谢。那使用了吗？会。好。谢谢。好，谢谢。台北101では、日本語の音声ガイドを無料で借りることができますよ。ここで記念写真が撮れます。標高382メートル。89階にある展望台は360度の絶景を楽しめるほか、7つの言語による無料音声ガイドなどを用意してくれているんです。世界の高層建築物ランキングを見ると、第1位はドバイにある。やっぱりね、お金持ちの国だからね。高さは群を抜く828メートル。そして第2位はじゃじゃーん、日本のスカイツリーなんですよね。ムサシだから634メートルですよね。この台北101は高さ509メートルで第4位です。
毎年どんどん新しい超高層ビルが完成するので、今はどうなんでしょう。でも、10本の指に入ることは間違いないでしょう。ガイドの母さんは、台北101の中に、あの有名な小籠包の老舗、リンタイフォンの支店があるので、連れて行ってくれました。はい、ご覧の通り、今は台北101の地下1階にある新しくできたリンタイフォンという小籠包の有名なレストランで、あの台北の他の店よりも規模が大きくすぐ入れますお店なんですよ。でもせっかく食べるのなら本店に行こうと本店の方に足を向けたのでした。わー、ここが本店？感激。これ全部待ってる人？ご覧の通りすごく行列ができていますよ。对，都是五个。谢谢。ということで、リンタイフォンの本店に参りました。今日はですね、豚肉小籠包5つ、ヘチマ小籠包5つ、あとあんこ小籠包5つを頼みました。この店では小籠包は5つごとに頼むことができますので、そんなにお腹空いてない時にも立ち寄ることができますよ。わあ、湯気がいっぱいで暑そう。暑いですので、やはり食べる時は気をつけてください。他の競合店と比べて味はいかがですか？リンタイフォンの方がちょっと淡白っていう、そんなに味は強くはないと思います。これはヘチマの小籠包です。5個入りの小籠包が100ニュータイワンドルなので日本円で約300円。日本のリンタイフォンでは6個入りが約1000円。このヘチマ小籠包はね、ちょうどメロンとキュウリの間の食感でさっぱりしててすごく美味しいです。やっぱり本場で食べると超お得。メモメモ。それでも台湾の方にとってランチに小籠包を食べにというのはちょっと贅沢なことなんだそうです。熱いうちに食べてもらいたいという心配りなんでしょうね。あのちょっと時間ずらして運んできますのがいいですよね。このあんこ小籠包はですね、中のあんこはまろやか で甘さがちょうどよくて、そんなに甘すぎないのでいくら食べても飽きない感じで、でもあのすっごく熱いなので食べるときは気をつけてくださいね。せっかくなのでリンタイフォンのすぐ裏手にあるもう一軒のお店にも行ってきましょう。こちらはカオチーというやっぱり老舗です。こちらですね、カオチーというお店で台北市内でも結構小籠包で有名な老舗です。ですので今日はちょっと食べ比べしてみたいと思います。リンタイフォンは近年特に客席の多くを観光客が占めるようになり、それに対してカオチーは地元の人が通う店という位置づけになっているようです。リンタイフォンのような行列はあまり見ませんが、こちらも常に満席状態の人気店です。口に入ったら噛んで肉汁が出てきて、うわーっとですね、汁が出てきますよ。でもたまに熱いので舌を気をつけてくださいね。チャーハンではないって、でなんか特別な味付けで、なんか他の店では味わえない一品なんですよ。このタイフォンはね、あのディンタイフォンにはないメニューです。ですので私が毎回この店に来たら必ずこのチャイパンを頼みます。小籠包の始まりはもともと上海だったといいます。マーケティングに成功したのは日本の東京だったという説もあるんです。何にしても小籠包を世界的に有名にしたのはリンタイフォンだと言っても過言ではないでしょう。さて、この人だかりは一体何？あー、なるほど、マッサージ屋さんなんですね。ここはジワドって書いてツーハータンと読むんだそうです。確かに台湾は本場だし日本と比べて安いし行きたくなるよな。この店は政府認可の漢方診療所を併設している有名店で、
店内は清潔感があって明るい雰囲気。とにかく広い。指の腹ではなく関節を使って手術を行うのが特徴なんだそうですよ。日本語 OK のスタッフも多く、ツボを解説しながらやってくれるんです。こちらはダイナスティ。料金はこの数字を3倍すれば日本円になるので、やっぱり安いですよね。日本みたいに15分のコースなんてないんだ。こちらは日本の芸能人がよく来るところみたいで、やたらサインや写真が貼ってあります。通り、日本の有名なお笑い芸人とか、志村けんさんとか、ほら昔のと去年の結構志村けんさんの行きつけのマッサージ屋さんなんですよ。結構有名なところです。こちらはちょっと高級な感じなのかな。ソファーもふかふかです。さて、これはお土産屋さんでしょうか。そうです、パイナップルケーキ屋さんでした。こちらは台湾の名物パイナップルケーキの専門店で、でまずは1個ずつも買えますし、であと箱ごとに24個入りとか36個入りもありますよ。台湾のお土産といえばパイナップルケーキが定番中の定番。でもお店がたくさんありすぎて、どこのを選んだらいいのか迷っちゃうんです。本当に美味しいパイナップルケーキは台湾産パイナップルを 100% 使用しているのがポイント。原材料を確認してみるといいですよってガイドさんが言っていました。今回の旅最後に寄ったのは、ガジェット好きにはたまらない台北の秋葉原と呼ばれている電気街です。交通不便なところにあるので、ちょっと寄ってみると面白いかも。こちらは光華商場っていうところで、日本の場所に例えれば秋葉原というところなんです。電気屋さんがずらりと並んでいます。電気屋さんの街と言われていますけれども、こういう屋台が出てるのが台湾っぽく感じます。今日は台湾の首都台北を簡単にご案内しました。気に入っていただけましたか？今度はぜひ遊びに来てください。2週にわたってお送りしてきたロサンゼルスから弾丸観光、1泊3日の台北旅行。台北に行きたくなりましたか？行きたくなった人手を挙げて。はーい。ぜひぜひ訪れてみてくださいね。ではまた会う日まで、チャオー。台湾の国土面積は日本の九州とほぼ同じで、日本全体の 10% ほど。そこに2300万人が住んでいます。日本の最南端、沖縄県竹富町は意外にも台湾の首都台北より南にあるんです。日本から台湾には年間150万人ほど訪れるが、台湾から日本にやってくる数はその3倍近い。台湾の人口は2300万人と日本のそれの 20% ということを考えると、台湾に住む人は大の日本好きと言えそうです。
毎週この時間にお送りしている旅と娯楽の番組 Go West。 さて来週はアメリカ？日本？それとも何が飛び出してくるでしょうか。ご期待ください。